令和元年7月27日、阿蘇市坂梨一帯で、阿蘇世界農業遺産体感ツアー夏編、地頭キビの種まき体験が行われました。これは、阿蘇の野草を大比として農作物を生産する農家の会、阿蘇草原再生シール生産者の会が主催したものです。ツアーでは、まず草原を散策した後、バスで、 坂梨の地頭きび畑に移動し、地頭きびの種まきを体験しました。等間隔に堆肥を巻いた後、2、3粒ずつ種を巻き、土をかぶせていきました。この地頭きびは、阿蘇地方で昔から育てられてきた陶器びの一種で、年々生産農家が減っており、伝えたい阿蘇の農業遺産資源に認定されています。続いて、歩いて畑を移動。 阿蘇の草原の野草を大肥にして育てられたスイートコーンの収穫を行い、持ち帰り用に袋に詰めてもらっていました。その後一行はバスでバーベキュー会場に移動、赤牛肉や阿蘇の野菜を堪能し、阿蘇世界農業遺産を体感する一日となりました。